ャゲンナーバーあ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 ーねえ、なんでシャワーとか洗ってないの？ねえ、ごめん、洗ってって言っとったらね、ごめん、洗濯物も畳んでないし、あんなにお願いしますって言ったらなんで言ってくれなかった？ごめんって、ねえ、ごめんごめんじゃない、いつもごめんで終わらせないね。家事ちゃんとお願いしたいね。ごめんって、ご飯だってママしか作ってないのに、結婚する時に約束したよね、家事は半分半分やって、やれよって、まあ、うっさ、ね、今回な盗撮映像を見せてしまいすいません。高畑家長男21歳桐崎一です。うちの両親はこう見えてイチャイチャな夫婦でもなく、喧嘩夫婦でもなく、特別なところもない平凡な夫婦です。そして彼らは平凡という名の幸福を全身で享受するタイプの結婚生活を送ってると思いますよね。やすしとさきが離婚しそうになるのは世間一般のイメージとはだいぶかけ離れた実態を持つものであり、その離婚しそうになる理由は滅多にない変わったものなんです。愛想が尽きたとか子供が成人しての中年クライシスとかではなく、父が料理や掃除はおろか皿洗いもしないことなんです。離婚したいと思うのは父母がお互いを尊敬していなかったり、首がなくなった、感謝をしなかったりしていると感じるから、今意識が飛んでしまった。部屋の至る所に昔の離婚届が落ちてるんですよ。ハンコもすでに押してあるんですよ、このクソ野郎。さっきもやすしから愛されていないと感じるようになり、夫を信用できないから一緒にいても安心できない、だから夫婦別れて安全で満足できる新しく楽しい環境を求めるようになる。今日は息子の高畑亮がその状況をお届けいたします。赤と緑のペイントを大量に買ってきました。あと赤と緑のマニアックパニック、これを隙を見つけて父と母の全身に塗りたくって、非日常なドメスティックな日々をお届けいたします。だるま落としとか、慶応の平沢優ちゃん大好きなんだ。では日々行こう。この動画を高評価よろしくにゃ。日曜日一緒に焼肉行くっつったのに、なんでいきなり行かんと言ったん？行かんやったら前と一緒二人で行ってくるわ。俺行くって言ったんだよ。私飲みたいから運転してよ。ちょっと寝起きやってんや。寝起きもクソもそんな関係ないし、約束破ったらダメやろ。なんでやすしがいつも私の地雷踏むからやん。またお父さんと喧嘩しとらん。喧嘩じゃん、言い合いねん。更年期かもしれん。イライラしとる。やすし遅いし、ママ風呂入ってる。まあ、お母さん風呂入るのを食い止めて、化粧水って言ってこのペイントを塗りたくります。めちゃくちゃ高級な化粧品って言って、ちょっとお母さん風呂入る前に待って。ちょっと何やって、お風呂入らんないのに、何でこんな格好やねんよ。お母さん日頃頑張ってるやん、プレゼントがあるやん。いつも頑張っとるって。お風呂入る前に使ったらいい化粧水あるねん。あ、だから今読んだ。それを俺が塗ってあげる。早く塗れ。10歳以上若返るねんって肌が。高いものとかいいものとか信用しないから、ママ使っとる化粧水なんてこんなでっかいボトルで1000円もらえるね。今回は3万円です。物もったいないし使わん。お母さんには驚いてもらいたいから一回目隠しして。どこに塗るの？体に塗るの。痛いとかやろ。痛いとかないって。お母さん目つぶったままや、ずっと。はい、そのまま目つぶっとるね今。ちゃんと塗ってや。なんかぬるぬるして気持ちいい。3万もするんやろ。パックか。なんでお風呂の前の方がいいの？気持ちいいぞこれ。気持ちいいわ、こうやって触られとると顔とか。1ヶ月持つってか、スルスルになる。そうそうそう。まだ塗らんの？結構塗らんなんや。高いだけあるね。目開かんと移動した。分かったじゃん、下手、あやしてや。絶対開くない目。長くね、ちょっと。いや、お母さんにはやっぱ永遠の美女でいてほしいから。今別に美人じゃないもん。より持続させてほしかった。これ顔だけじゃなくて上半身全部綺麗になるから。顔はでもなんかちょっとヒリヒリする。ママ結構ワンゲンってパックとかでもなるし。何垂らしとんか、あんた。もう自分で塗った方が早いがん。はい、お母さん化粧水つけ終わったよ。化粧水じゃない、パックやろ。お母さん目開けんといて、絶対に。分かったし、そのまま風呂入って。分かったよ、本当に目つぶっとくよ。ちょ、落ちんといてや。大丈夫、慣れとるか。あんたのおんぶしていくよりマシや。今どんな感じけ？なんかちょっとパリパリになってきた。パック効いとるやん。じゃあお母さんお風呂行こう。そうや。なんでこんなにしたん？びっくりしたんや、ママ。じゃあ俺行くね、バイバイ。はよ、バイバイ。ちょっと、もう何？逃げるな。これどうしてくれるの？このままでいいわけないよね。ねえ、なんで今ここにカメラあったん？なんで動画撮っとるの？ねえ、今からママ、パパとデートやってんよ、久しぶりに。あ、デートするつもりやったん？焼肉食べに行くつもりやってんよ。でもずっと喧嘩しとって。行けんくなったし、これ。お父さんと喧嘩ばっかしとるから、非日常的なものをプレゼントしたら、喜んでくれるかなと思って。全然嬉しくない。こんな喜べんよね。どうしてくれるの、あんた？ねえ、作ってペイント。行った。じゃあね、ちょっと待って、待ちなさい。待ってって言っとるやろ、お前。またこんなことしやがって。ねえ、ちょっとマイク見てや。ちょっと来て。寮にこんなんされてんよ。目開けたらこんなんなっとってん。そういうパックなんじゃないの？違うって、こんなパックないわ。噛んどいて、噛んどいて。いや、顔に見たんじゃない？ねえ、隠れた妹、カーテンの中に。お前がこんなことすっしや。前にもで嫌われたいねん。お前のせいや、全部。近づかんといて。なんで？別に赤くなっただけやん。赤くなっただけやん。別に意外ねん。サイコパスや、あんた一緒にいてあげ。ね、殺人犯した人に対して。ねえ、そんなつっとるやろ。なんで俺に触ってほしくないの？さっき出て行くぞ。
ちょっと目隠しして。何やって急に。ちょっと親父にプレゼントあるね。何？親父に若返ってほしいから化粧水買ってきて。何するつもりや、怖いって見えんて。座って。見え。親父脱いで。何を？脱いや、早せや。目つぶったままでおってや。目つぶってる。プレゼントがあるね。あー、これは。いいね。俺顎触ったらダメねんて。痛っ。あはは、触るなってアホ、ふざけんな、うぅ、アホいかんから、うぅ、アコドバヒーねんて、我慢できんねんて、そこらへん、お互いさんぬるぬるで気持ち悪いがに、なんや俺ベチベチだな、お前目開いてないやろまだ。あ、開いてね。あ、ごめん、ちょっと待って、自分でおちょばひーねんて言ったやろや。じゃあ、おやじそのまま目ずっと隠しといて、そのまま風呂入って。何したん一体。20歳の頃の若さが戻っとるよ、気をつけて降りろや。一体何したんお前、お前でもつるつるでなんかローションみたいな感じやったし。はい、おやじ風呂着いたぞ。はい、ドカン見て。うわぁ、うわぁ、なにこれ、見て、うそぉ、なにこれ、見とりゃお前ったら。うわぁ、いっくざけんなお前、何やお前。ピッコロ大魔王みたいぞ。ピッコロやんけお前、だれ。あぁ、金髪緑虫から撃たれんのか、お前高いな、お前絵の具か、これ塗った。意味がわからん、そういうことや、俺は。お前ふざけんな、お前、こら、おい、これ全然わからってねえな、これ色塗っただけやばいよ、お前。待てろよ、お前、気持ちいいですわ。おじんざどうしてくれないんだ。無理やりもいいとこや、飯も食ったら、もう無理や、俺。気持ち教えて。うぅー、悪魔で吐きそう。なんで吐きそうになったの。匂いで。待てろ、おい。おい、マスクつけんなよ、おい。バイバイ。な、だめ。あ、パパもそんなこと言った。パパに言いに行こうと思って。さっき。ねえ、やすしに言いに行こうと思って、今日焼肉食べに行けんって。こんな姿になったから。俺も行けるわ、こんな。そう、あんたもなっとったんや。お前、赤鬼や。あ、緑ようにやん。気持ち悪いよ。何も気持ち悪い。何これ、おっぱい。日本にただ一つだけのイカれた夫婦や。あんたもしてんよ。めえだろ。これ洗ってから焼肉行かんけ。遅いし、もういいって。ちょっと私化粧もしたいもん。せっかくパパとママ焼肉行こうと思ってた。パパもこんなになってん。何やこれ。何乗ったお前、こんなお父さんとお母さん嫌や。どうする前、もしパパとママこのままやったら。でもあいつはテスト勉強しなきゃいけないから、 YouTube ユーザーの皆さんさようなら。イカれとるよ、あなたたち。最近どうしたの。違う、ママらはしたんじゃない、この人がしてん。二人最近よく喧嘩して離婚しそうになってるけど、これ見たら仲良く感じん。うん、感じるね。これでニコイチやん。もうなんか嫌な気味だって。いやいや、前までママのこと見せんといてや。仕事の時皿洗いしといてって言ったらしてないがいね。それはちゃんとして。分かった、もうこの格好でする。じゃあこれでちょっとドライブ行ってみるか。ちょっと行ってくるか。してかんでいかんか、上このままで。大丈夫、やばいって。これで外出るのも相当イカれとるけどね。ちょっと雨降っとし、シャワー回りになってこれ流れるかもしれん。水性やろ。そうや、油性かもしれん。でも聞いてねえし、そんなこと。雨の日のドライブもいいね。さあ、ピッコロ大魔王魔漢光殺法だ。うぜぇ。こんなドライブ見たことない。よくあなたたちこれで外出る気になったね。気分転換に出発だ。俺の運転は格別だぜ。でもおかしい夫婦やね、これ。昔よドライブしたよね。だな、神コースとかも行ったよね。これ二人でドライブスルー行ったらどうなれるの。やわやわ、恥ずかしいやろ、びっくりされるやろ。若い頃もこうやって二人でドライブしとった。体の色変えて外遊びに行くの初めてやろ。いや、二回目やな。うちらじゃやっぱり行かれた夫婦かね。行かれてねえな。行かれた夫婦の子供寮へ。もともとはこの人がせんかったらこんな姿になっとるわけやし。そうそうそう、別にうちらもおかしいわけじゃないよね。そうそうそう。でもその状態で外出ようと思う心がおかしいやろ。エンターテイメントだよこれは。焼肉行くときパパの車やしね。わかしょれ。お前ら、あなたたちもしかしてその状態で焼肉食ってくらん。そうやわ。当たり前やん。肉食系って感じじゃない、この格好やったら。でも多分入れてもらえんよね。まあ宇宙人やん。あ、人おった。いやいや、恥ずかしい。隠れる。やばい。人いっぱいおる。恥ずかしい。ステップアウルは俺運転やもん。どどどしたらめっちゃ笑われとるやん、あなたたち。これ職質されるやろ、多分見つかったら警察に。されるけど別に悪いことしないもん。楽しいことしとるもんね。楽しいこと楽しくないわ。ちゅうか、これびっくりした。今自分の顔見たらバックミラー。俺もうこのままで生活しよう。まあもうそのままで。俺もうこのままでいいわ。そのまま仕事行くってこと。そう、みんな逃げてくわね。二人とも最初は嫌がっとったけど、だんだん定着してきたやろ。そう、なんか慣れてきたね。慣れてきたら楽しいね。ありがとうよ。夢じゃねえ、あれもこれも、その手でドアを開けましょう。そして輝くウルトラさん。近所の人にめっちゃ笑われたね。ああ、もうお嫁に行けんの、ママ。もう嫁に行ってるや。2回目のお嫁に行こうとしよう。離婚するってこと。待って、嫁に来とるんって忘れとって、ママの車ぶつけんといてや、パパ。楽しいドライブやったね。今度また行こうね。パパ、一緒の風呂入ろう。うん。俺、二人のこと色付けしちゃわったや。まあ、そうじゃないと一緒の風呂も入れんしな。よし、行くぞ、行くぞ。この冷え切った冷戦の夫婦仲を解消しようとしたや、俺は。はい、ありがとうね。雨で洗い流すぜ。うわ、ちびて。テッド、これ誰？ママ。うん。テッド、パパやよ。ね
パパとママ仲直りしたよ。もう絶対ずっと一生離れんと俺は。そうだ、やっと決心したん。一緒にお風呂入るんだよ今から。そうなん、よし、いってらっしゃい。前も一緒に入る。いいです。死ぬまで一緒におるゲーム。そうねん。じゃあ海に参拝しんとこ棺桶に入れていいがお母さんの。俺は棺桶しないやろ、お墓やろ。なんかそれはいい、参拝してロケット団みたい。ロケット団仲良くなれてよかったね。昔から喧嘩ばっかやったけど。喧嘩するほど仲いいってことや。とりあえず喧嘩したら色つけ。そしたら仲直りした。そうそう、結婚22年目やけど山あり谷あり。夫婦ってそれを乗り越えて生きてかんないや。最初は夫婦っていう形じゃないね。子供ができて、子供を育てて、いろんな悩み事ができて、それを乗り越えて夫婦になっていくね。あと何年おらんなんかね。今47歳。長生きして100まで来たら、あと53年も一緒におらんね。化石になるかもしれん、ママ。それでは皆さん行きますよー。終わりの熟年ピーナッツ。儚い壁にぶつかっても何とでも立ち上がる。栄光の先に希望の光満ち溢れてるはず。拍手。お母さん本当その状態でデート行くん？そうだ、ダメ。今日はこれで過ごして決めて。ママこの姿のお母さんとは飯行きたくないな。哀れみの目で見られるよ多分。いやりょうりょう、青いペンと買ってきたから、あんたこれ明日つけてドライブスルー行ってこい。行けるわけないやろ、俺やりたくない。でもあなたたち外で直接人と会ってないやん。だからそれ以上にひどいことをしなさいって言っとるんや。あんたはそれぐらいしなさいってことやってこい。絶対やってこいな。もうご飯も作らんし洗濯もしんし、このうちに入れんからね。顔を青く染めます。アバターになりました。アバターでございます。やめて。レロレロ白い T シャツ着てるからその手で触らんといてって。海坊主、本当に海坊主。何ドライブスルー行かん。さっきの明日大事なテストありえんてん。本当に時間ない。無理無理無理。これどう思うかってことで。本当に出てってくれんけん。本当にもうこのカメラ勝ち壊す。この顔でドライブスルー一緒に行きたくねえやりや。いい加減にして同じ分類やと思われるやろ。同じ分類やん。ね、本当にしつこ、お前出てけ。あ、いった焦っとんねんて。いい加減にしろお前。開けてトイレすればいいや。じゃあするよ。お父さん外遊びに行こうよ。なんだよお前、お前一人で行くっちとったのになんで俺一緒に行かんだのに。せーの、はい、イエーイ。お前警察捕まるぞ。ドライブスルー到着しました。ほんと行くわ。いらっしゃいませ、ご注文お伺いします。チキン玉クリスプのセット一つ。もちろんお客様ごめんなさい、お願いします。ご注文チキン玉クリスプセット一つ。クリスプでしょうか。そうです。行きます。あーマジかよ。いらっしゃいませ。1990円で。ちょっとびっくりしました。びっくりしました。似合ってます。はい、普通に。これで外出して食事食べるって変人やな。あーうまいや。お待たせいたしました。ご注文どうぞ。ダークモカチョコチップチンコフラペチーノ。はい、すいません、もう一度よろしいですか。ダークモカチョコチップチンコフラペチーノ。ダークモカチップフラペチーノを実施します。こんにちは、お会計356円です。はい、お預かりします。なんか文化祭か何かですか。いや、文化祭ではないんです、趣味です。 あ、趣味なんですか。似合ってるかはちょっと難しいです。でも新しくて目立っていいと思います。あ、よかったです、はい、これ俺のバイブルなんで。ありがとうございます。